って感じです。いやいや、手はこっちの方がいい。あ、これでいい。あ、そうです。密着させて、ここにこう。で、あ、こういう風にね。そう、釣れたり。なるほど。回り込んだり。怖いよね。そめちゃくちゃ怖い。正面だけじゃないから打てる場所が。そうですね。あ、なるほど。なので持ってる方も練習になるというか。そう、確かに。お互い持ち合って。圧力かける練習。あ、なるほど。かけた時にいなされたらあってなる。そこも持つ方もパッと動いて。あ、なるほど。ちょっとあの増えちゃう。僕と戦うときに、一番一発目何に かわします。なんですかね。やられ死んだよ。バックスピン。せっかくなんで、ちょっと一番必殺技なんですか、蹴りで。あ、でも今のとかは、まあ、その体いろんな蹴りあるんですけど、体系だと。なるほど。はい、バックスピン、後ろ蹴りとかはミドルとか受けてるんですか。え、これ持ち方これ大丈夫。あ、大丈夫です。もう一発です。あはははは、やだやだやだ。すごいよ、これなかったらもうやばいよ。へぇ、すげぇ、ね、なんかあと、そうだ、あの、あ、三日月、三日月、三日月も同じですね、こうやって。おぉー、もう一回もう一回。おぉー、これだよ。こんな思いっきし。三日月結構使いますか。三日月使いますね、特に結構やっぱ総合確かにだと使えるなっていうのはキャッチしづらいっすね。そうですね。そっか、ミドルとかだとキャッチ。僕あの軌道とか研究したいんで、ブケブケあ、忘れおぉー、で、それちょっと本域で蹴るの。おぉー、興奮してる。すごいよ、26歳。いやいやいや。あの、左ミドルとか使えます。あ、左も使えます。相手の構えによりますかね。結構、そうですね、オーソドックスだとやっぱ左の方が、開いてる方が入るかなっていうのがあるので。まあ、そのセオリーのツボです。そうですね。今蹴ってくださいって言ってないっすね。そうです。いきなり すごい金属バット。いやいや、感じます、ミット越しでも、うん、すごい。逆に自分も教えてほしいぐらいですね。そのやっぱ総合で使えるのでやっぱり変わってくるじゃないですか。自分も今研究してる段階ではあるんですけど。いや、もう全部俺、天下取ると来ると思うよ。本当ですか。この攻撃、楽しみにしてます。いや、ありがとうございます。働かしちゃってすいません。いや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 。なんかせっかくだから、ないですか、僕さんなり。逆になんか自分が何持ってやってったらいいとかありますか。なんか意識してった方がいい。なんだろう、攻撃いいんじゃないですか、そんなことないか。そんなことない。あの、膝とか使えます。あー、膝はもっと使えるなって自分も思いましたね。確かに、やっぱテイクダウンされたくないから、あの、膝あったらちょっとうるさいかな。おっす、なるほど。普通に膝入れてます。やだもん、いや泣き食らってるみたいで。おっす。それでいいっすよ。それやっていけばもうみんな組めないと思うな。膝とかあるとちょっとやっぱ入りづらくなるね。あと、あ、パンチキックとか、パンチ見せてキックとか同じ右、そうそうそう、そのまま蹴る人とか、ああいうのはちょっと引っかかっちゃうかもしれないですね。そう、結構あんまり空手はフェイントとかはまあ少ないけど、まあ、近い間合いが多いんで、ここでもうこの試合というか、確かにここまで持ってっちゃえばね。そうですね、あるんですけど、そこにやっぱり入るまでの過程でうまく騙さなきゃなっていうのも。もう極真とかは
思いっきしもう防御されてもいいかって感じで蹴る感じ。まあそうですね、まあでもやっぱりトーナメントでできるだけ怪我したくないんで、やっぱりカットされないようなタイミングとかは近くにずらしたりはしますけど、まあ基本的にやっぱり打たれるもんなので、すいません、下がりなのに徐々に熱いよかましてくるからね。いや、そんなことない。ローとかも使いますよ。ローも使いますね。ローこれでも蹴れますよね。そうです。おお。そうかなぁ。やば、これ今日持って帰っていい？なんで気に入った。このまま帰る。このまま帰る。サービスマスめちゃくちゃ迷惑。これやったらすごい防御力高い。まあ、コロナにもかかりにくいから絶対関係ない。ここが空いてますよね。ここが生守るところ。練習になる。え、これを2分とか10ラウンドとか。そうですね、あの空手2分の大会とかあるんで、まあ、総合の時は5分でもうひたすら攻撃するっていう。でもこれね、後ろ回し蹴りとかも復帰してきるからね。そうですね、さっきも復帰しくらったからね。やばいよ、なかったらこれ吹っ飛んでましたもんね。吹っ飛んでた。なんかああいうスタミナトレーニングでああいうのなかった時のいいトレーニングありますよ。サンドバッグひたすらとか。サンドバッグひたすらもやりますし、まあ、その場でラッシュするっていうのはやりますし、ダッシュをするような感覚で、あ、なるほど、もうそのフォームとか考えずに全身使ってパンチとキックも、コンビネーションも別に考えずに、はい、もう考えずにですね。じゃあその時にはそれ5分ぐらいやってもらっていいですか？5分。長いな。ちょっと本気じゃん。じゃあそのラッシュをちょっと最後やってもらっていいですか？おっす。ちょっとどっか悪いとこあったら OK です。おっす、お願いします。どうですか？やばいね。これやればいいね、このジムで体験受けれますって襲われてる人みたいな。野獣に襲われてましたよ。ほんと野獣にね。ベイちゃん、さすが。アドバイスは？アドバイスないっす。このまま突き進んでください。わかりました。ありがとうございます。これで帰るんだね。今日これで帰ります。僕離れて帰ります。はい。おっす、よろしくお願いします。おっす。